いろと、本当にストリートっていうだけではなくって、いろんなところに行って、もう年代、世代関係なく、いろいろと歌で何を伝えていけるのか、いろいろね、毎日試行錯誤されているそうなんです。そんな大地さん、まだね、神戸新聞の方にも取材を受けられてらっしゃって、そうなんです。
カバーしたりとか、いろいろ。